です。拘束されて育つと人は能力を失ってしまうって話をしたいんですけど、この中に猫のね情報が載っています。拘束されて育った猫、ゴンドラで体中固定され、首輪で、ね、首を固定されて受動的にしか動けない、餌をこうやって首をかかめて食べるとかね、そういうことしかできない。あと、もう一匹の猫っていうのは開放的に育てられた猫なんです。この2匹はだいぶ違った教育じゃないですか。拘束された方の猫っていうのは当然危機管理能力も低くなっちゃうし、学習能力も低くなってしまった。おまけに運動能力も低いんですよね、拘束されてない方と比べると。この実験結果から得られた情報っていうのはでかいと思うんですよね。現代の教育、家庭もそうなんだけど、これさ、危ないから触っちゃダメよとか言われて育つわけじゃないですか。でもそれって結局はその子供というのが学ぶという貴重な経験を奪われていくっていうことになりませんか。学校教育でさ、ここが先近づいちゃダメとか、もうすでに過保護な教育を受けるわけですよね。だからこそやっぱりこういう本でね、人が成長する上で本当に大切なのは何かっていうものを知るためにも読んだ方がいいと思いますよ。それでは。